すいません。とにかくまずはゴール下に集中するんで。どうしたんだ急に鏡は。僕はむしろいいと思います。え？なんとなく今の鏡くんはあの人に似ています。どうなってんだ鏡。さっきまでと動きが違う。押してるのはあくまでうちだ。なのにやたらヒヤヒヤさせやがる。ああもううざくてしょうがねえ。しまった、戻れ。カウンターだ。似てる。はい、雰囲気というか一番乗ってる時の青峰くんに。セイリンの光だと。やりゃできんじゃねえか。ごめん、お待たせ。って、どうかしたの。鏡がゾーンに入った。紫バラを止めたんだ。え、希望が見えてきたかもしれない。真ん中に陣取ってるだけでなんて迫力だよ。解除されたパワーだけじゃない。前方に飛んでその力も上乗せしてる。けどそれにしても。さすがに驚いたぜ。悪いな、ちょっと力入りすぎちまった。すごい、あのムックを止めるなんて。今の鏡を止められるとしたら同じゾーンに入ったやつだけだろう。妖精側にもその可能性はあるんじゃないの。ムックンとか氷室さんならかもな。が、おそらくそれはね。それはない。どういうことだよ。俺もゾーンを完全に理解してるわけじゃないっすけど、一つ断言できることがあるっす。ゾーンに入るための最低条件はその競技に全てをかけていること。平たく言えばバスケを何よりも好きであることっす。けどそれは紫バラッチに唯一欠落しているものでもある。
資質で言えばもしかしたら俺たち5人の中で最強かもしれない。それでも紫バラッチはゾーンには入れない。だったらあの氷室は、あいつは多分そんな欠落とかねえだろ。彼はまあそれ以前の問題じゃないっすか。悪いけど氷室ばりのフェイク、下手したらそれ以上後に飛んだ俺が先に落ちてんだよ。話は聞いたことがあるけど、体現できるやつがマジでいるなんて。エアウォーク